はい、エルカチャンネルの翔です。スイートです。今日は熊本城にやってきてます。はい、なんかあるんですか。後ろの方で見えてて声も聞こえてると思いますけど、戦国パークというイベントがあってまして、はい、全国の武将隊の人たちが熊本城に集まって今やってるところです。人が集まるのかなと思ったんですけど、もうすごいびっくりします。ステージの方で武将隊がですね、やってるんですけど、今回の一番見たい武将隊、武将隊になるんですかね、この人たち、この人たち、愛知戦国姫隊ですね、はい、この人たちのステージを見たいと思うので、はい、別に他の人たちのが、まあ、見なくていいなんてのはないですよ見れる限り見ます、はい、だからですね、今日一番見たいのはこの人たちってこと で、先ほど販売ブースの方にですね、こちらのお姫様たちも来られてて、この人とちょっと喋ったとこだったんです。怪しい限りで、横にいたはずのキリトがですね、パッて見たらいなくなってたんで、舞台を見たいもんで、いやいや舞台よりも目当ての人たちを見なくちゃで、いろんなのがあってるんですけど、今後ろでステージが終わった武将隊と写真撮影ができるってことで、ちょうど今伊達政宗かな、あさっきやってました、ね、そうそうそう、でみんなずらっと並んでるんで、まあお姫様のが終わった後それがあるならガチで並ぼうかと、今日はいろいろしたいんですけど、はい、これをちょっとしようかなと、やりたいんですけど、こっちのブースも気になるからね。よし、後からしよう。ブースを見て回りましょう。エルちゃん、なんか買ったの？リアル活動を行っています。買った。それでは登場していただきましょう。何それ？熊本城おもてなし武将隊。かぶっとるかなちゃんと言ってくれた。熱き思いをこの胸に、我ら熊本城をもてなし武将隊。ご視聴ありがとうございました。
正直誰が誰だか本当に分かんないんだけど、かっこいいね。なんか買いました。高菜飯。なんで高菜飯よ。今日来てる人たちの他のやつがあったんじゃないの。熊本名物って書いてあったから。なあ、それお昼ですか。昼、僕もそう言いながら持ってんのこれだけ。何それ。馬肉を使った肉まん、菊陽食肉センターから。めっちゃ手元や。ああ、誰かさんがあそこで仙台名物牛タン串を買ってくれんかったもんな。なんだ、あんた明日もあるんだ。明日？明日。明日来ると？え、来ないの？疲れてしんどるって。え、明日6時半集合で来るんじゃないの？マジか。明日ゆっくりしようと思ったんだ。いやいや、雨がちょっと強くなってきたって。びしゃびしゃ濡れるわけじゃないけどね。さすがにフードもかぶっちゃいましたよ。雨足が強くなってきましたよ。止む気配ないですね。で、今城西園であるする場所のところに来てるんですけど、待ち遠しいですね。エルちゃん、もう無理です。HP ないです。ゼロです。雨やっぱきついね、濡れると。とりあえず愛知戦国姫隊は見れたんで、うん、雨の中。思ってたのと違ったけど、可愛かったですね。うちで今からも食べるんだろうけど、でももうこの雨だからもうきついよ。晴れてたら俺もう一回行ったかもしれない。俺も晴れてたら行っとった。写真まで撮って帰る。ああ、それ俺だって写真も撮りたいよ。戦国パークファイナルだったから、どうしても見ときたかった。本当は今日も最後まで見て、明日もう一回見れたらよかったんですけどね。その前に我々が死にかけてます。エルちゃん、はい、帰ってきましたよ。本当は最後まで痛かったんですけどね。雨にやられ体力がなくなりましたんで引き上げちゃいました。愛知戦国姫隊の舞台を見て、うん、本当は写真撮影もしたかったんですけど、うん、時間もまだ先の方だったんで、もう俺たち二人とも雨に濡れちゃってもう全然持ちませんでした、はい、晴れてたら本当に良かったんだよね。だって戦国パーク2022ファイナルって書いてあるから、次がいつ行われるかっていうのも分かんないし、行ける時に行きたかったっていうのが本音ですね。途中で言ったかもしれないんですけど、丸に会い損ねたっていうのがありまして、それはちょっと残念ではあったんですけど、それを補うかのような熊本おもてなし武将隊の全員いましたんで、加藤清正に初めて生で会いました。そして一緒に写真も撮ってね。もうほぼほぼ写真で並ぶの女の人だったんですけど、我ら親父がね間にポツンって紛れ込みまして、写真をなんとか撮りました。あれは感激しましたね。ぜひぜひ次もあれば参加したいなとは思ってるんですけど、愛知戦国姫隊は要チェックした方がいいっすよ。我々もですね、
今度愛知県に乗り込もうと思ってますんで、はい、また姫隊の演舞は見たいなと追っかけで行きたいと思います、はい、ということで今回の動画はここまでです。次回も俺たちにかかって来い。